こんにちは。林歯科医院常勤歯科医師の菊池正隆と申します。林歯科医院では一緒に働いてくれる仲間を探しています。歯科医師が勤務先を選ぶのに様々な要件があると思います。教育体制、福利厚生、給与、院長の診療レベル、講習会参加の可否、経営力、そしてそこで働いている人々で判断すると分かりやすいと思います。林歯科医院ではそれらの要件を満たす条件が全て揃っていると実感しています。入所してしばらくは院長と副院長の二重チェック体制で自分の給料に見合うようにすぐ教育してもらえるので、経験年数の少ない先生も安心して勤務できます。ある程度独り立ちできるようになると、それに合わせた勘定配当があります。会員より20年以上の歴史があるので、目の肥えた患者様が多く、当然スタッフのレベルも高いので常に評価される環境にあります。その後は基本的にやる気のある人間には門戸が開かれます。例えばセミナーに参加する場合、休みの確保は当然、参加費の補助などがあります。院長も副院長もインプラント、矯正なども各有名セミナーに参加して日々研鑽されているので、スキルアップへの理解は深く、セミナーに参加しても勤務歯科医院に反映できないということはありません。また毎週水曜日に勉強会があり、現在までに歯周外科、矯正、予防歯科などを勉強してきました。どんなに勉強になっても、どんなに給料が良くても、楽しくなければ継続できなければ意味がないと思います。楽しい要因はやはり人と人のつながりだと思います。そういった意味でも林歯科の最大の売りはスタッフ間の仲の良さだと思います。回転率が高いこの業界ですが、林歯科では10年以上働いているスタッフが多いということは、その環境の良さを物語っていると思います。日々研鑽して患者さんに全てを還元して、結果患者さんに喜ばれる、スタッフに歯科医師としてだけでなく人間としても評価される、そんな充実した生活を送りませんか。長い歯科医師人生ですが、1年だって無駄にはできません。林歯科では努力したらした分だけ返ってくる環境が整っています。私の拙い文章では伝わりにくいと思いますので、ぜひご気軽に見学にいらしてください。よろしくお願いいたします。